金丸義信、金丸義信、金丸義信、1976年9月23日帯は、日本の男性プロレースラー。山梨県甲府市出身。2017年現在フリー。愛称は、丸さん、ノブ。現在は、鈴木みのる率いるヒールユニット、鈴木軍の一員。毎日放送のアナウンサーである、向川智美とは、 重視定の間柄にある。山梨学院大学附属高校時代は野球部に所属し、1994年春の選抜高校野球に控え投手として出場経験を持つ。ジャンボ、鶴田公演会関係者の口添えでジャイアントババと面談し、高校卒業と同時に全日本プロレスに入門する。しかしなかなか体重が増えず、一時はレフェリー転向も検討されたが、 ババの体が小さいものにしかできない動きを研究せよという教えを励みに志を貫き、一年半の練習生期間を経て1996年7月6日、朝子角滋賀県太郎組戦でデビューした金丸のパートナーは、同じ山梨県出身の井上正夫であった。デビュー当初は空中殺法を中心とした軽快な動きが特徴で、 1997年10月12日に行われた格闘技の祭典スペシャルでは、三沢光春の代理として2代目タイガーマスクに踏みし、出場し、3代目タイガーマスク、金本浩二とタッグを組み初代タイガーマスク、佐山聡都4代目タイガーマスクと対戦した。小橋健太の最初の付き人を務め、1998年9月に小橋が率いるバーニング入りを果たす。 また、当時全日本マットに参戦していた、邪道、下道とタッグを組み、この際、出身地の山梨県にちなんだ、公衆街道と命名されるが実際には使用されず、彼らの狡猾な動きを身につけることにより、空中殺法一辺倒だった、ファイトスタイルに変化が生じることになった。2000年5月、第一次バーニング解散と同時に月日人を卒業し、 秋山ひ氏率いる軍団に入った、後のスターネス。2000年6月、三沢らの全日本プロレス大量離脱に追従し、三沢が旗揚げした、プロレスリングのに移籍する。旗揚げ工業前の7月28日には、井上と組んで、邪道下道を破り、第7代ウルタッグ王者となった。2001年6月24日、初代、GHC ジュニアヘビー級、 トーナメント決勝戦で、フベント・ゲレーラを破り初代王者となった。その後2002年、2004年に、同王座を獲得している。2002年8月29日には、菊池武史と組んで重心サンダー・ライガー田中みの組を破り、イワングップジュニアタッグ王座を獲得した。2005年6月5日には、杉浦隆と組んで、GHC ジュニアヘビー級、 タック選手権に臨み、丸藤聖堂ケンタ組を破って、第二代王者となった。この時、カニマルは、第九代、GHC ジュニアヘビー級王者でありの足上初の、ジュニア2冠の同時保持を成し遂げた、相方の杉浦も後に、同時保持を成し遂げた。だが、同年7月18日の東京ドーム大会の、ジュニアヘビー級選手権試合で、ケンタに敗れ、王座から陥落した。 2006年は、伊豆田清隆に代わって、選手会長を務めた。2007年前半は、年始早々から、ジュニアタック王座から陥落し、目立った活躍はなかったものの、その間ジュニアの、シングル挑戦に照準を絞り肉体改造を行い、減量に成功する。同年10月27日の日本武道館大会で、第13代王者のムシキングテリーを破り4度目の王座を獲得し、 再びジュニア戦線に踊り出た。2009年ケンタの不勝離脱を受けて開催された GHC ジュニアヘビー級王者決定トーナメント JCB ホールに見事優勝し第19代チャンピオンに輝いた。2010年3月と4月に防衛戦を行うが危なげない試合内容で防衛を果たす。しかしケンタ、鈴木コ太郎が不勝離脱中であり、 丸藤も E1 グップ戦に集中しているため、GHC ジュニアヘビー戦線を盛り上がることができずに、いた。ケンタに、ベルトを持っているだけのチャンピオンと告評されるが、9月26日に、そのケンタを、タッチアウトでホームリー6度目の防衛に成功する。10月には、平柳玄藩と組んで、第4回日テレ杯争奪ジュニアヘビー級、タックリーグ戦に出場。 2012年12月、年内をもって、プロレスリング、ノア対談が会社より発表され、12月24日、有明大会を最後にノアを対談した。2013年1月に行われた、決起集会で小橋からバーニングを託された秋山を、リーダーに、塩崎剛、小太郎、青木厚しで再結成した。1月26日、全日本プロレス。 2013新春シャイニングシリーズの最終戦に5人で来場し参戦を発表する。2月23日、全日本高楽園大会のメインイベントで近藤修司を破り、第35代世界ジュニアヘビー級王者となった。7月5日、全日本に正式入団、再入団。二千十四年一月十六日、全日本神戸大会で秋山と組んで、 鈴見太郎青木組を破り、第93代アジアタック王者となった。2015年11月20日、同年12月15日のファン感謝デーを最後に、全日本を対談することが発表された。12月22日、フリー転校後発の試合として、大似た厚の朝鮮党プロレス FMW に、初参戦、FMW 設立27周年記念試合。 原点回記念内最終戦、ウルティモドラゴンをタッグパートナーとして、ナスコータロームラスケと対戦し、ナスにタッチアウトを決めて勝利した。2016年1月9日、プロレスリングノアに再参戦し、全日本を対岸して、再びノアに参戦している塩崎とタッグを組んだ。ところが1月31日、プロレスリングノア、 横浜文化体育館大会にて塩崎と鈴木の一気打ちで、試合中盤に塩崎が鈴木にラリアットを決めようとした際に、金丸が塩崎の足をつかみ動きを止めて、鈴木に稼いだ後、さらにリングに上がり、塩崎に裏切りのディープインパクトを決め、鈴木の勝利に貢献し、その後、鈴木軍に加入した。2月24日、石森太氏に2勝利し、 史上最多となる7度目の GHC ジュニアヘビー級王座を獲得。その後、4度の防衛に成功し通算防衛記録を28回とした。7月から8月にかけて行われた新日本プロレスのスーパーイカップに出場し、決勝戦まで勝ち進んだ。決勝で新日本プロレスの串田に敗れはしたものの、準優勝となった。9月23日。 小峠厚紙に敗れて王座から陥落し、10月23日の小峠とのリターンマッチにも敗北した。鈴木軍のの当てた後はそのまま、鈴木軍に追随する形で、2017年1月27日からは、新日本プロレスに参戦している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。